どうもハニーです。今日も将棋実況やっていきましょうということで、私は初段の方で玉頭位取りが得意な方でございます。よろしくお願いいたします。ということで、皆さん、僕思ったんですけども、将棋女子っていいなって思ったんですよね。やっぱりね、こう将棋女子ってすごいいいなって思って、本当思ったんですよ、ふと。将棋女子っていいなって何回言うんだよって話なんですけども、将棋女子がすごくいいなと最近思っておりまして、というのもですね、やっぱりね、こう将棋を結構走ってしまうんですよ、自分プライベートで。でその時にね、熱中してたりすると、会話話しかけられてもね、こう無視してるわけ、無視してる、結果的に無視してるのかな、わかんないですけども、こうやっぱりはってなって聞いてなかったみたいな話になるわけですよ。その時にね、将棋ウォーズやってましたみたいになるわけですよね。その時に理解のある人ってすごくいいなと思っておりまして、で将棋女子だったらね、むしろお相手の方が将棋に熱中してる時があるわけでしょ。もう最高じゃんと思って、最高やんみたいなちょっとちょうだいちょうだいちょうだいみたいな、その将棋すごい好きな感じちょうだいと思って、そういう女性だったらもうそういうこともなくなるわけで、これはもうこの歩取られても、次歩して、格闘の歩は取られても、こっちは歩取り込む方が、次の歩成りを見据えて、でかいんじゃないですか。お前の方は、ね、別にその歩取っても、飛車が慣れるわけじゃないので、玉で守る。すごい、顔面受けでございますね。これならまあ、ちょっとなんか小駒、小駒ってか、金駒が欲しいんで、ここの4筋を歩でこじ開けて、これでね、同歩と取ってくれば、もう角ぶっちぎってしまって、銀ぶち込むぐらいで、なんかやれそうな雰囲気あるんですけど、どうでしょうか。うん。お、引いてきた。引いてきたら、まあ、取り込んで、ですね。このね、飛車先の歩が時に変わればでかいですから、これはなって、また角道が開くので、これで金取って、金ぶち込んでって感じですね。これでどうでしょうか。これで金になって、次と金がね、できればでかいんですけど、どこかならと金できて、これで突破成功で感じでございますね。角で。これなら一回、金を上に上げるか、角で取ってくるんだったら、まあ、5三金打ちとかで、角、王手、角取り。で、角取れて、あ、金取ってくる。金取ってくるなら、金と金捨てて、スピードアップしていきたいなと思います。こっちは角しかないんでね、ちょっと攻めが繋がるかどうか微妙でございます。ちょっと、無理攻め感がありますね。大丈夫でしょうか。攻めが繋がるかどうかでございますね。この辺に角とか打って、まあ、この金は浮いてないんで、なんとも言えないんですけど、この金取っちゃって、5に金とベタッと張って、どうでしょうか。って感じで、で、ね、その、将棋をやってる女性だったら、こう、将棋をさせるわけじゃないですか。自分と。そういうね、なんか、楽しみみたいな、やっぱ同じ趣味を持ってる人っていいなと思いますよね。そういうの想像したら、あ、やっぱ将棋が好きな女性とこうお付き合いするっていうのが将来的にはやっぱりいいんじゃないかなと自分のこう性格上思っておりまして、皆さんもそうですよ、多分将棋好きな方、まあ、なかなかね将棋好きな女性っていないので、出会ったことない、自分プライベートで出会ったことないんですけど出会ったことある人います、将棋好きな女性と。これは一回王手聞かせて、玉は逃げるんでしょうかね。そっちに逃げてからだったら、この玉入れた方が良かったかな、この王手は入れた方が良かったかどうか微妙でございますね。この角切りは一番きついので、一回金は逃げといて、この王手、そうですよね。やっぱなんか受けられたら、この王手入れた意味あったのかなって感じでございますが、桂馬取って、次は桂打ちでね、玉をどんどん引っ張り出して、最終的には、このね、こっちの歩の頭のあたりで詰ますっていう流れが一番かなと思うんですけども、角打ちは、来てくるのか。角打ち来てくるんだったら、これならでも別に、もう、あ、金打ち。ちょっと重たい気がしますけども、で、この、ま、遊んでる金も、さばいちゃって、ここで王手竜が見えますね。はい、ズドン、この竜取っちゃえば、でかいんじゃないでしょうか。この竜は取っちゃえば、こっちの攻めが、もう全然、響かないので、角だけだったら全然だと思うので、はい。桂馬も外しちゃって、下段に落ちようという寸法でございますね。ただ、下段には落とさない。これはもう、安い駒は強者ぐらいでいいんじゃないでしょうか。で同金で、同歩で、で下には角が切れて落ちれないから、ここに金を横にペタッと打てば、上がってきて、銀打ちまででございませんでしょうか。こちらは、これで、よし、よし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 、あまりに厳しい戦いだったな。やったよー、やりました。お相手の方がこっちの角頭を攻めてきたんですけれども、こっちの歩の取り込みの方がきつかったと。どっかでね、飛車先歩連打みたいな手があったかなと思うんですけど、ここでここの飛車成りまで行けてしまったので、お相手の方はちょっと劣勢になった。ただこっちのね、角金交換して攻めつないでいこうと思ったんですけど、なかなか2枚じゃきついなというところでございまして、でここで1回もっと決めたんですけど、持って決めるのはちょっと損してるような気もしますよね。結局銀で受けられて逃げてるだけなんで、ちょっと王手を決めたのはいかがなもんかなってところと、あとこの王手竜、王手竜決まってだいぶ優勢になったんじゃないでしょうか。はい、あとここで詰みが生じているということでございますね。横からね、角と金とあったんで、下段にね落ちれなかったのは結構痛かったんじゃないでしょうか。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。皆さん将棋女子いたらね、ちょっと紹介してください。皆さん、僕の運命の人はきっと将棋女子なんじゃないかなと思っております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ファニーでございました。またねー。